イアンツの今日の先発ピッチャー山崎伊織がマウンドに立ちます。さあ7球目、ここはバットが出ませんでした。山崎伊織がまず先頭バッターの岡大海を見逃しの三振に仕留めました。打ち上げた2球目、まだ落ちてきません。まだ落ちて、今ようやく落ちてきてライトフライ。まず山崎伊織が初回を三者凡退に抑えています。ここは変化球決まりました。もともと制球力には定評があります。非常に落ち着いた投球に見えますね。そうですね、はい、開幕に向けていい感覚で投げたいと。でまたポイントとしては今回は抜け球を少なくという意識でマウンドに向かうと話していました。今見逃し三振ですが、抜け球という心配な点はどうですか？あんま大丈夫ですね。なさそうですか今のところはね。はい、外のボールバット回りました。1番の岡、ランナー置いた場面は空振りの三振です。緩いカーブを山崎伊織がうまく使って三振に仕留めています。内野ゴロでワンアウトになりました。サードの前、ちょっと送球高くなりましたが足はついていました。アウト。チャーゴロ初球を打って田村、ここで打ち取られて3アウト。この回も気がつけば3つのアウト、5回の表まで終了です。メンデスがジャイアンツは先発のマウンドに上がります。ここも低めに来ました。空振りの三振です。非常にいい落ち方をしましたメンデスのボール。ここは空振りの三振です。ランナー出しましたが初回メンデスゼロに抑えています。狙い球も絞りづらくなるっていうのは正直あるでしょうね。はい、ここは緩いボール、空振りの三振です。開幕投手が戸郷に決まっていて、そして去年は悔しいシーズンでした。菅野も復活を目指すという先発ローテーション。強く叩いてセンター方向ですが浅野が抑えています。ここは見逃しの三振です。緩い変化球で見逃しの三振、バットが出ませんでした。スライダーですね。杉内ピッチングコーチ、そして宇都宮哲也ピッチングコーチと新しく加わりました。フルカウントから打ち返して、これはセカンド、フォアボールでランナー出しましたがその後を抑えましたメンデスです。東京ドームメンバー変更に大きな歓声と拍手が起こりました。メンデスが下がりまして2番手で菅野がマウンドに上がりました。そして宮本さん、はい、キャッチャーが岸田から小林に変わったんですが、はい、それが先ほどコールされた時にはすごい盛り上がりでしたね。すごいですね。球三振です。いやいいです、これフォークでしょ、これ三球三振っていうのはもう見事ですね。ここは初球ですがショートの門脇、2番手で上がりました菅野、三者凡退に抑えて悠々ベンチに下がります。
門脇一塁へ送りました。低めバット回りました。空振りの三振です。もうどん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 こうストライク先行で理想のピッチングですよね。この打球は安田、菅野はまだヒットを許していないという中で4イニングを投げました。開幕投手は戸郷、そして2戦目の先発を任されるかというこのグリフィン、勝負のマウンドに上がっています。先頭バッター田中和樹に対して初球から打っていったセンターの前のあたり、佐々木が出てきて掴みました。ワンアウトです。ワンボールツーストライクと追い込んで、ここもインコースに大城が構えます。少し中に入りましたが空振り三振、2つのアウトを取りましたグリフィンです。キレもいいですし、今日は期待したいですね。そうですね。ストレート空振り三振、150キロも計測しましたグリフィン、初回三者凡退に抑えています。先行、ここまではいいピッチングを続けています。浅村空振り三振で、これでグリフィンも3者連続三振。さあこの3回の先頭バッター、ストレート打ってきましたがセカンド正面のゴロ。この回も先頭バッターを抑えたグリフィン、ワンアウトです。面白いコースに構える変化球、空振り三振、フルカウントからも三振を奪いましたグリフィンです。グリフィンの生命線となってくるのはストレート、そしてこのカットボールになりますが、バットは折れました。ここも詰まらせたグリフィン、自ら掴んで打者一巡をパーフェクトに抑えましたグリフィンです。東京ドームのマウンドに高橋礼、アンダースローの新戦力が向かっています。去年のオフにソフトバンクからトレードで加入をしました。2019年には23試合に登板しまして12勝を挙げて新人王、そのオフのプレミア12でも日本代表に選ばれまして世界一にも貢献したという高橋礼のピッチングに注目です。この辺りは引っ掛けました。ファースト岡本がベースを踏んでワンアウトです。低め空振りの三振、ランナー出しましたがこの回は無失点に切り抜けています高橋礼です。ここは空振りの三振、最後ちょっと白い歯が見えましたが約32キロと表示が出ていました。外のボール、バット回ってランナーがスタートして三振ゲッツーになりました。笑顔が見えた高橋礼、小林も笑顔、4回まで投げて1失点という高橋の内容です。一塁ランナーは足が速い、そういうことをね考えながら投げなきゃいけないっていう、今日初めてこういうケースになりましたよね。はい、鈍い音がしました。ショート6、4、3のダブルプレー、注文通り吠えました高橋礼。ベンチからすると、はい、よしよし高橋、そうですか、こういう部分でも自分のピッチングしてくれるなっていうのは手応えとしてありそうですね。外のボールファースト、あっと岡本、ただ冷静に対処してこの回3人で終えました。高橋で笑顔も見えましたが5回を投げて1失点という内容でした。小林のリードも光っています。